この放送はパイオニア LDC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここもダメっと。ああ、こりゃダメだ。北島は全滅か。ここが歴の部屋。光とネモは東島だっけ。くしっ。いいの？もらっちゃって。うん。クーには大きすぎるし、もうすぐ冬が来るから。冬？この前まであんなに暖かかったのに？ここの冬はね、突然来るの。だから最初の年はみんな風邪ひくんだ。ラッカも気をつけてね。うん。ありがとう。空気が教えてくれるよ。と深呼吸して、鼻がツンとしたら、それが冬の始まり。へぇ、クーは物知りだね。これ何？え？それね、そろそろ自分の部屋を探そうかなって。え？ここはみんなの部屋だから、居心地が良すぎて。ここにいると楽する癖がついちゃいそうで。えらーい！ラッカももう一人前だね。いい先輩のおかげ。いい部屋見つかった？みんな埃だらけでいい部屋なのかどうか、なかなか判断がつかなくて。私、もう行くね。え？もうすぐ朝ごはんだよ。うん。でも今日はいろいろやることがあるんだ。なんだよ、クーが食べたいって言うからホットケーキにしたのに。なんかやることがあるんだって。どうすっかな、クーの分作っといてあげましょう。匂いにつられて帰ってくるわよ。それもそうか。これで誰かさんの寝坊も治るんじゃん。お祝いしなきゃ。賛成。おーい、こっちに来なよ。みんながカナの栄誉称えてやるってさ。イエーイ、英雄様の凱旋だぜ。あれ、なんだよその辛気臭い顔は。感動がないぞ、感動が。あのさ、これいつまで鳴るのかな、なんて。ん？ああ、ブレーカー落とせば止まるけど、そうすると時計も止まっちまうからな。それ意味ない。アホか！とっとと止めに行け！ああ？来いって言ったり行けって言ったり、なんだよ！いいだろ？こんぐらい景気よくなった方がバッチリ目が覚めて。寝られねえよ。ああ、はいはい。もう試運転だよ、試運転。本番はこれからだっての。道をなさっぱらからこれだもんな。疲れた。あ、私手伝ってくる。待ってな。止まった。
れやれ。残念だったね。別に。金が鳴らなかったら失敗だけど、山ほど鳴ったんだから、むしろ大成功じゃん。さてと、せっかく来てもらったけど、手伝ってもらうことはないな。服汚しちゃ悪いし。それ、食うんだろ？あ、うん。落下にあげたってことは、クーもとうとう諦めたか。何の話？いや、それ、クーがここに来て、最初に買った服なんだ。子供扱いが嫌で、無理してみんなと同じ丈の服を買ってさ、結局着れないまんま。いいのかな？もらっちゃって。クーはもう背伸びしなくてよくなったんだよ、きっと。え？昔のクーは、とにかくみんなの真似したがってさ。へぇ。レキのスクーターいじって、電柱にぶつけたり。光のメガネかけて、目回して階段から落ちたり。昔は手のかかるチビだったけど、チビはチビなりに大人になったのかもな。私も頑張んなきゃ。せーの。ん？あ。現在地がここで、ここか。ここかな？なんだろう。なんか懐かしいような。それはね。あ？ここがラッカの生まれた場所だから。生まれた、場所？マユの部屋。ラッカが今立ってる場所に、でっかい眉があったんだよ。うん。少しだけ覚えてる。ほんの、少しだけ。クーも少しだけ覚えてた。だから、そこを自分の部屋にしたんだ。ラッカはどう？気に入った？うん。そうだ、どこ行ってたの？クーのためにホットケーキ作ったのにって、レキが怒ってたよ。へへ。レキに頼んでお弁当作ってもらった。ラッカの分も。はい。あ、ありがとう。そっか、私も朝ごはん食べ損ねてた。レキが怒ってたよ。心の中にコップがあるの。綺麗で透き通ったコップ。そこに小さな雫が落ちてくるの。ポツッポツッポツッって。毎日ちょっとずつ。それでね、今日、私のコップがいっぱいになったような、そんな気がしたんだ。クフ。ラッカも、私に雫をくれたんだよ。だから、ありがとう。Thank you.
荒れてきたなどうやら一雨来そうだよ。せっかくの日曜なのにね。うん。そういや、ラッカ引っ越すんだって？クーが言ってたよ。クー、他に何か言ってた？ん？別に。あ、そうだ。キッチン片付けてくれたの、ラッカ？うん。あれ、じゃあ誰だ？クー。クー？ふーん。にしちゃ、割れたお皿がなかったけどな。座ってなよ。今、お茶入れる。あ、レキ！何？ううん、なんでもない。こういう天気の時は、誰でも憂鬱になるよ。悪いことが起きるんじゃないかって思い込んだり。そうなのかな？一人部屋が不安だったら、まだここにいてもいいんだよ。うん、それは平気。ねえ、どうしてこの街には壁があるの？どうしてって。そうだな。多分、ここは守られてる場所なんだよ。守られてるって、何から？良くないことの全てから。あるいは、私たちが知るべきではない全てから。それは、停電？近くに落ちた。待ってて。ライトがどこかに。あ、ラッカ？石の森に鳥が。ああ、カラスもびっくりしたんだろう。何かを知らせようとしたみたい。早く部屋で体を拭きな。風邪ひくよ。私はチビドンを見てくるから、部屋にいて。いやはや、泣く子はいるわ、はしゃぐ子はいるわ。参ったよ。レキ。あれ、カナとクーは？カナは地下の発電室を見に行ってる。クーは？いないの。いつもならこういう時、真っ先にここに来るのに。町に行ったのかなとも思ったけど。雨宿りできていればいいけど、道の途中だったら悲惨だな。私、見てくる。見てくるって、どこ？ラッカー、どうしたの？わからん。朝からずっと今日の天気みたいでさ。私、わかるような気がするな。今日の空を見てると、なんだかじっとしていられなくなるの。確かに嫌な天気だけど、夏と冬の間はいつもこうだよ。季節の変わり目は気持ちも落ち着かなくなるもんよ。そっか、そうかもね。私は、ラッカを見てくる。カナが戻ったら部屋にいるように言って。みんながバラバラに動くと収拾がつかない。わかった。やれやれ。やっと乾いたと思ったら。そうだ、お風呂は貸しておこう。クーがずぶ濡れで帰ってきた時のために。ラッカ？あ、はぁ。傘はダメだね。カッパを探さないと。よかった。無茶して飛び出してたら、風邪っ引きが二人になっちゃう。大丈夫だよ。
どこかで雨宿りしてるって。クーは町に行ったんじゃないと思う。ん？クーはレキにお弁当作ってって言ったんでしょ。ああ、うん。水筒も持ってた。あれはクーなりの旅支度だったんだ。旅？旅ってどこへ？多分西の森。まさか西の森は壁の力が一番強いんだ。あそこが危険なことはクーも知ってる。だから西の森にクーが立ち聞きしたわけじゃないぜ。発電機のヒューズが飛んでたから時計塔のやつを使おうと思って。それより、ああ、かもしれないって話。クーの帰りが遅いから。でも、もし本当だとしたら、それってカナ、まだ決まったわけじゃない。何の話？ラッカ、西の森なんて行ったことないだろ。なんで西の森だって思ったんだ？雨が降り出した時、西の森で鳥たちが騒いだの。何かを知らせるみたいに。それは雨のせいだよ。それで西の森に光が見えたの。雷だろ。ううん、森から空に向けて光が伸びていくのが見えたの。見たの？それは確か？間違いない？多分。でもすぐに雲に隠れちゃったから。嘘だ！カナ、私は絶対信じない！信じないからな！信じたくなかったけど、クーは本当に言ってしまったのかもしれない。え？ハイバネはね、巣立ちの日が来ると壁を越えるんだ。レキがここで待ってろって。どうしたのよカナ。クーは西の森にいる。今なら追いつけるかも。どういうこと？巣立ちの日が来たんだ。どいて。ダメだ。日が落ちてからは危険だ。だったらなおさらクーを一人にしておけないだろ。巣立ちの日が来た灰羽には導きがある。レキは知ってるのかもしれないけど、私らにはそんなのただの言い伝えなんだよ。カナ、言ったって何もしてやれない。わかってるよ。でも会うだけでいい。顔を見るだけでも。レキはクーにさよなら言えないで平気なのかよ。レキ、本当なの？クーが？間に合うなら私もクーに会いたい。私だってそうだよ。でも目印もなくあの森に入ったって絶対抜けられやしない。目印があればいいの？なんかカナ、時計塔の鐘。え？鐘を鳴らして。時計塔の発電機は動くんでしょ？ずっと鳴らし続けられるんだよね。そっか。ラッカ、レキ、お願い。このまま何もしなかったら私きっと後悔するから。で、レインコートはあと3人分？ 4 人分？わかったよ。みんなで行こう。でも約束して、壁には絶対近寄らない。西の森の奥に古い遺跡の跡地があって、巣立ちの日が来た灰羽はそこに導かれて壁を越えるって言われている。巣立ちの日は誰にいつ訪れるかわからない。ただある日ふっといなくなってしまう。なぜそんなことが起きるのか理由は誰も知らない。巣立っていく灰羽は決してそのことを話さない。それに昔、マユが生まれない年が続いたせいで、巣立ちの日自体がもう何年もなかった。そう、何年もなかった。だから、いつか誰かとこんな形で別れるかもしれないってことを忘れかけていたのかもしれない。
みんな、私を置いてっちゃうんだな。